猿エビは、十脚目車エビ科に分類されるエビの一種。日本の大部分を含むインド太平洋の熱帯、温帯域に広く分布するエビで、食用や釣り絵に利用される重要産業種である。日本での地方名は数多く、赤エビ、熊エビ、トノサンエビ、泥エビ、夏エビ、縄エビ、ブドウエビ、ブドウエビ、 6. 河津エビ、河津エビなどがある。赤エビ、熊エビ、ブドウエビは、標準和名では別種を指す。長崎県諫早湾や熊本県天草諸島で、石山エビと総称されている小型のエビ類には、赤エビやトラエビなどとともに、本種も含まれる。生態の体長は、メス1 2トルオス9トルに達する。殻が厚く。 表面に細かい単毛が密生する。学角,角はオスではまっすぐで短いが、メスはオスよりも長く上に反る。生きている時は単光褐色だが死ぬと赤褐色になる。日本沿岸を含むインド太平洋の熱帯、温帯海域に分布する。日本近海産車エビ科の中では最も北まで分布するのが特徴で、分布北限は太平洋側が 三陸海岸、日本海側が北海道西岸である。漁獲が多いのは瀬戸内海、四国、九州の各沿岸である。また、本州や同族の南サルエビティパレスタネンシスはスエズ運河を通じて地中海東部にも侵入している。水深50メートル以前の内湾サデ堤に生息する。産卵期は7から10月で6万から10万粒の 卵を直接放出する。寿命は1年から1年半と見られる。春に生まれてその年の冬前に死亡する短期世代と秋に生まれて越冬して翌年いっぱいまで生きる長期世代があると言われている。車エビのような高級食材ではないが小型エビ類の一つとして重要な漁業資源となる。素揚げ、塩茹で、醤油茹で、むきエビ、唐揚げ、つくだ煮。 エビせんべい、干しエビなどに利用される。名古屋メッシュとして知られる天むすには、サルエビの天ぷらが用いられることが多い。大阪の天津飯に、カニの代わりに使われた例もある。サルエビ漁の漁具は、小型の底引き萌で、創業中網口を広げておくために長い竹の棒を、用いることから、毛玉萌と呼ばれる。胎類の釣り絵としてサルエビを捕獲することから、 樹引きとも俗称される。夜行性という生態に合わせ、創業は日没後から夜半にかけて行われる。食用以外にも、小さいものはマダイ、アマダイなどの一本釣りや、ハエナワ漁業の生き絵となる。サルエビ族トレーキーシランブリアは、インド太平洋沿岸に十種が知られる。クルマエビ科の中では体表に短毛があること、東京高速面の縫合線が肝状棘加工の 公園まで達すること、優生生殖器が T 字型であることなどにより区別される。ありがとうございます。